そんな感じで今日のテーマはダン、はい、お悩み相談コーナー、イエーイ。一本で撮ってるのにいつまでボール出たんだっていうイエーイ。そう、うん、それが俺のね、うん、質問コーナーよ。この番組は一本で撮ってるはずなのにどうやって質問募集したんですかっていうね。来てたんでこれやるってね、うん、そうそう、だから今回はこの番組に来たっていうよりは、うん、なんかその僕たちに、うん、来た質問の中から、うん、なんかその答えやすいっていうか、うん、こういう悩みがあるんだっていうものをちょっとピックアップしていこうと思います、うん、じゃあ質問まずで下からいこうかな、うん、ダイエットをしたいのですが何か有効なダイエット方法はありますか。俺らに聞くなって。そうでやってるわみたいなね。ナウです。そうナウです。やってるんですけど痩せません。痩せません。あでもね、うん、俺ピークの時よりは、うん、今4キロぐらい痩せてて、うん、それの方法は、うん、酵素ダイエット。酵素って何。酵素って浜田ブリトニーが痩せたやつ。それどうやってやるの。ね、酵素ドリンクっていうのがあってこんぐらいのパックで言ってるんだけど、それをこんぐらいのおチョコみたいなのに入れて飲むんだけど、それが痩せんのかな。なんかすごい体調も良くなるし、そのなんだろう、一食それに置き換えるといい。あ、俺はそれだけで3キロぐらい減ったかな。あ、それだ、晩ご飯とかをそれにして寝ればいいの、うん、そうそうそう。あ、なるほどね、うん、それは有効。そっか、でもね、これはね、俺ね、一つね、思ってることなんですよ。やっぱね、まあ楽して痩せたいよ、俺も。でも、うん、楽して痩せるとその苦労忘れるじゃないですか、うん、だから俺はね、一番おすすめしてるのは失恋ダイエット。ああなるほど。これは飯も食えないしね、うん、死ぬよ、うん、苦しい。本当に失恋ダイエット、失恋ダイエットって苦しい。俺ね、うん、初めて失恋したのがね、高校に入った時なんですけど、うん、クリスマスにちょっと置き去りされるみたいな感じだったけど、うん、あれきつかったね。あ、でも痩せるわ。失恋ダイエットガリガリになった俺は。ガリガリ、もう今の俺から想像できないほどガリガリ。俺も大学生の時にあれそうだ、振られて、うん、で痩せたわ。でしょ、うん、大学頭の時に。そうだからね、すごい大変だったんで、俺引きで入ってんだよな。あれだね、なんて言うんだろうか、あれね、あとは、うん、結構その苦しみをこう、うん、当てたいんだったら、うん、あれだよ、なんだっけ、ほらランニング。そう、夜のランニングね、うん、あれきついけど、うん、もう太りたくないぞって思う、うん。でも結局は動いた方が痩せるっていうね。そう、いっぱい食っていっぱい動けっていうね。そう、でそのためにライブに来ればいいんだと。うん、そう、ライブに来て頭振って、そう、募集してれば痩せるね。そう、間違いない。うん、次の質問、はい、バイト先の店長に告られた、うん、はい、聞きました、はい、しかもこれは調べるところによると、うん、結構年の差が空いているという感じらしいですね、うん、どうせね、どうせ店長ハゲてるまあ俺たちもハゲるよな。そう、ゆくゆくは間違いない。いやー、これきついな、うん、バイト先の店長に告られて、うん、しかも年の差が開いてて、うん、であんまり好きじゃないとなると普通に断るよ間違いない。いや、どうするもこうするも普通に断ればいいじゃん。やっぱあれだよね、でも断ると、うん、そこで働きづらくなったりもあるじゃん。あー、結局じゃあ、裏を書いてもう告られて変なことされたんですけどってそいつの上に報告するんじゃない。あ、もう一個上の話は森に持って、うん、さっき、なるほど、そうです、こんな店長いいんですかそう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 、で上からおべーみたいな感じかな。でもね、でも俺昔ね、学校の先生に告られたことあるわ。マジで。高校生の時に。それめっちゃ理想な。いや、もうね、すっごいね、すっごいタイプじゃなかった。うん、へえー、あ、でも俺中学校の先生に、高校の先生なんだけど、うん、結婚するなら優秀な精子が欲しいわってそれはちょっと俺もビビった。そうでしょ、でもないでしょ優秀な、それは優秀な精子なんだそっか、そのバイト先のね、あれですよ、うん、その告られたっていうのは、うん、まあ、まず1個は嫌なら断れっつって、うん、で、あれで、それで居づらくなったらやめろって感じ別にバイトいくらでもあるよな、うん、だってこの人だって18歳でしょ、うん、18歳やったらもうこれからもういろんなバイトがあるわ。そう、間違いないでしょ、うん、じゃあね、その次行きましょうか、うん、はい、これも切実な、来たよこれ、はい、バンドマンの彼氏が夜中に帰ってこないですが、こんなことってあるんでしょうか。ありません、ありませんそう、バンドマンが
夜中に家に帰ってこることありません。ありません。だって全国ツアーとかしててもさ、もう一刻も早く家に帰れる時あるじゃん、うん、疲れてたらさ、ホームシックってやつ。そう、ホームシックだから、うん、ありません。これ嘘ですね、大嘘です。これ誰か知らないけどさ、うん、ちなみに言うと、あの事務所に呼び出されることはおろか、うん、夜中にスタジオ入ることはおろか、うん、あの急にねライブが決まったりすることはおろか、何もない。そういうことは絶対に、みんな全員オフなんです。オフオフ。そうだから夜中に帰ってこないっていうのは、そうあの別のオフを設けてる。そう、別のオフを設けてる。そうだと思いますね。いやでももしかすると、うん、その彼女に内緒で、うん、こうアルバイトしてこう誕生日にプレゼントを買ってあげようって思ってるバンドはいると思いますけど、いないいない、いない。今回のケースを検証するに万が一にもない。いない、絶対ないと思う。絶対にありません。チェキいっぱい売れねえかなぐらいですけどね。そうそう、バンドマンで、そう、彼氏が家に帰ってこないイコール、うん、はいはい、だから結局は浮気されてますね。はい、来ました、浮気です。はい、まあ、そんなバンドはほっといて、うん、プリッツかアメリカのライブに来いと。洗って洗って。そう、俺だったら、俺だったら愛せる。俺も愛せる。そう、ガックも一途なタイプでしょ。そうだよね。うん、ちょっと今ちょっと1秒ぐらい止まっちゃった。急に言われるとうんって感じで。そうでしょ、そうやって。俺も一途なタイプだ、うん、ね。そうだからやっぱりね、うん、もうそういうダメな男とね、もうそうね、ダメな過去にはバイバイしましょうってことでね。うん、俺もそう思うわ。いや、でもね、まあ恋愛なんかね、恋愛なんかそんなもん。そう、たの、うちらって振られたことあるし、ね、浮気もされたことあるよね。あるあるある。もうそんなんばっかですよ、人生。そう、現にさっき言った失恋ダイエットだって、その相手が浮気してて振られたからやつだけだから、ね。だから1番と3番をくっつけるとちょうどいいダイエットだね。確かに。そう、あの、ま、夜中に帰ってこない彼氏と付き合えば痩せれるよっていう、うん、そこだと思う。じゃあ、そうだね。で、どうせバンドマンの彼氏も将来はバイト先の店長のハゲたやつになる。そうそうそう。で、若い子に告って振られるって。で、上の会社によってクビになってはい終わりって。じゃこれ2番ってガックンじゃないよね、2番。そう、結局全部繋がるっていうね。そう、そう、だからやっぱり悩みっていうのは、うん、同じようなこと悩んでるんだと。そうそう、だからやっぱり諦めないで、うん、前に進んでいこうっていうことで、うん、毎週ね、俺も諦めないで前に進んでますけど、はい、そのね、ガックンのダンスコーナーに今日も諦めないで進んでいこうっていう俺のね、気持ちもあるんでね、うん、まあ、みんなもね、その、うん、見てくれてるみんな、この悩みを抱えてみんなもね、そう、踊ってね。そう、踊って。あ、そうだよ、ダイエット。そう、そうそうそう、ダイエットだな、うん、ねえ、バンドマンの彼氏がいないんだったら踊って。そうね、それ上手くなってさ、そう、グイ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 、そうそう、アピールしちゃえばいいし。そうで、バイト先の店長の目の前で踊って、あの、気持ち、あ、なんていうの、惹かれる。惹かれる、はい、惹かれる、よくありますね。そのぐらいになっちゃえば。というわけでいきます。はい、じゃあ今日も先生お願いします。前に進んでいきます、私は。ガクのダンスコーナー、イエーイ。これだけは完璧だったね。はい、今夜も、はい、もう第4週目を迎えてね、もうそろそろね、はい、そろそろもうね、基礎もできたし、そう、上手くなってもいいんじゃないかと思ってる方もね、うん、中にいると思うんですけど、はい、なんせこれ1日でね、うん、そうやったんで、ちょっと大変な、たった40分ぐらい、そう、たった40分でもうこれですよ、もう。いや、でも、脇パカですから。そう、だから、たった40分で脇パカです。そう、脇パカできましたよ、これがね。なのでね、ちょっと今日はね、今日はちょっと難しい、はい、難しくはないんだけども、まあ普通にこう横にステップするのもなんじゃないですか、つまんないから、はい、今日はちょっとかっこよく横にステップ、はい、まずじゃあ右足を横にやったら、そのまま体を上げたと同時に左足を横、体も横に向けて左足を上げる、はい、そしたらそのままこっちに行って、また今度こっちを上げると同時にこっちに向く。 OK OK、 これです。イエイ。なんか俺さ、受け身みたいな感じなのね。じゃあまずカウントから、はい、カウントで、あ、じゃあこれちょっと見ててください。はい、いきます。5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8、
できるかな。はい、じゃあそれではいきますよ。ちょっと一回見てください。じゃあはい、いきます。はい、どうぞ。はい、5678 じゃあいい、いいでしょこれ完全に、はいはい、これ手があるかないかに違いないですか。ダンスはまあ気持ちよく踊るのが、そうでしょ、一番大切なので、音楽と一緒なので、はい、じゃあいきます、はい、ミュージックスタート。いけ、5678 1 2 3 4 5 6 7 8 OK。 じゃあボックスからのやろ。そしたらもう踊ってみるよ。これやった後の戻って、あ、OK、 完全にできるかもしれない。行きましょう。いきますよ、5678 大変だ。完全に俺ダンサーなんですか。はい、5678 起きた。いいなんかおもちゃっぽい、おもちゃ。俺、まあ、待ってください。すごい、まあね、これ、まあ、こんだけ基礎ができれば、そうでしょ、もう応用で、うん、まあ、なんでも、そうでしょ、うん、できると思うんで。これ視聴者から来たじゃないかな、この人何を学んできたんだって。この人ちょっと鬱なのかな。そうだね、じゃあ俺もこれをチュンチュン、いいじゃん、いいじゃん。まあ、これはできるように。これちょっとエグザイルっぽい動きですね。エグザイルっぽい、ちょっとね、こう。ちょっと、これなんかね、ライブ衣装に刺激が上がって、まあ、こんな感じで、はい、うん、まあ、振りもつけたり、はい、うん、これはあれですよね、あの、先生の中では、こういう、ね、例えば、うん、使えちゃうわけでしょ、あの、ライブの時とか。まあ、そうです。うん、サウマ使って、二人のこのユニットでも活かして、ね、踊れるチビデブ踊れるチビデブ、踊れるチビデブを全国に、広めて、はい、有名になっちゃうと思います。はい、僕たちが踊れるチビデブです。イエイ、うん、じゃあ、うん、はい、じゃあここ4週までね、はい、かなりもうこっから始まって、はい、成長もありね、最後これでいくっていう。さっきやったばっかでね、そう、これでもうマスターしちゃうってことでね、本日もね、はい、じゃあね、アウェイクエルトブリッツガクのオーロラ4がお送りするギリギリもっとやっちゃえでした。次週もお楽しみに。